しいです。続いて続いて、はい、リエラジネームウィンドさんからいただきました。どうぞ。ピーナッツ、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 殻むいたろか。おちょっとこれでもちなみにカッコちさとって書いてるから殻むいたろか、殻むいたろかはちさとで、ちーちゃんのセリフで、はい、お願いします。いいねいいね、これもいいね。どうなっちゃうんだろうね。お願いしますはないんだ。お願いします。あの大阪の時は、うんうんうん、あのひっくり返したろかでお願いしますがあったんですよ、ね、みんなでお願いしますって言うんだけど、あこれはない、ないパッチーン、ね、大阪ならではだったのかな。あなるほどね。付け足しても OK、 全然全然、あ付けて OK、 いいねいいね、お願いします、お願いします、ならもいたろかお願いします。リエラジネームぬえつぐさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。千葉では火がつく、点火するのことをふったがると言います、うん、そこでみんなふったがってるかい、うおーもっとふったがっていこうぜ、うおー、この火は物理的な現象としての火だけではなく、うん心の日にも使用できるということで、千葉公演を盛り上げるためのコーレスにふさわしい言葉ではないでしょうかといただいております。いいねいいね、最初からめっちゃ盛り上がりそうなコーレス、めっちゃ面白い。聞きたい皆さんの、ウォーいいねいいね、本気でお願いしますね。じゃあ続いて、リエラジネームペロスケさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。千葉県の学校では朝に出席を取るとき、先生に名前を呼ばれたら、はい元気ですとか、はい風邪気味ですのように自分の体調を申告する風習があります。そこで今から出席を取ります、アリーナ席の皆さん、はい元気です2階席の皆さん、はい元気です。3階席の皆さん、はい元気です。配信ライブビューイングの皆さん、はい元気です。それでは最後に全員でリエラのことが大好きですか、はい大好きです。なんかあの来てくれた方の癖が強すぎてちょっと入ってこなかったよね。最初にやったのペイだから。ペイ、はい元気です。誰今、ちゅうちゅうちゅう、でも最後までやったのもクマなんで。小学生時代のペイだったのじゃ今の。え、そうだって、え、でもあこれ千葉県だけなのかなと。え、うちもあった、あった、埼玉ですけど、ありました、あった、あった、ね、今日ね、今日さ、みんな埼玉なんだよ。埼玉とね、ほんだ、そうだ、ね、そう、だ埼玉に囲まれてんの今。そうだから今埼玉トークで今さちょっとあの置いてかれちゃったら困るんだけど。大丈夫大丈夫、今日だけは埼玉県民になろう。そうだよね、そうだよ、出るから。どんな感じだったの。はい元気ですって言ってた。あ、でもこれと全く同じような。そう、あった、はい元気ですと、うん、毎回はいお腹が痛いですって言ってた。絶対いた。そんなの絶対だ。あるんだ。あるあるある。はい眠いですとかも言った。痛い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 言った。言ったの。言った、言って怒られた。あ、言ったの。クマがね。そう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 。痛い痛い。怒られです。はい眠いです。じゃあ立ってって言われた。怖いよ。懐かしい。懐かしいわ。言ってたね。怖いよ先生。